シフレンそうですねあの、まあ、チャレンジングなゲームではあるのでそれに似たゲームやってもらえればあのちょっとちょっとな練習になるかもしれないですけども 2O2 自体はあのまた新しいコンバットのシステムが入ってますんで 2O2 やる場合できれば 2O1 をやってもらう方があのやりやすいとは思います。 二葉2自体は単独のストーリーでも楽しんでいただけるものになっていますけれどもあの時代背景としては二葉1につながるあの時代を描いていますので二葉、まあ、1を遊んでいただくと同じキャラクターが出ていたりっていうのは楽しみはあの発見できるようになっています <music> その。光栄テクノありチーム忍者が一、まあ、世界中で一番こう 公栄テクモらしいゲームを作ろうというところで、この戦国時代をあの題材にしました。なので、えーまあ、その歴史のエンターテインメントという時には、やっぱりその公営テクモってアジアのそういったゲームをずっと作り続けてますので、そのイメージがあるんじゃないかなということと、我々自身が戦国時代っていうのは日本人みんなすごく魅力的に感じている時代ですので、それをあの描くっていうのは、まあ、至極普通のこと。 我々としては普通のことでしたあの仁王2自体はゲームの中にしっかりチュートリルが入っていますのでそれによって学んでもらえれば仁王2の戦い方っていうのはあのまず基本はマスターできると思います。あとはそれを使いこなせるかだけなので,でまず最初仁王をやったことない方はまず刀の使い方武器の使い方を学んでいった上で。 今回の新しい要素である妖怪の力っていうのをどう使えばいいのかっていうこともゲーム中に知ることができるようになってます。n e ワ1のそのフィードバックでもいまあ一番大きいというか大きかったものの一つがそのキャラクタークリエーションを入れてほしいというのがあったので n e ツ2ではまあとにかくいろいろちょあの自分でカスタマイズできるキャラクタークリエーションを入れようと思いました。で ニオワンが、まあ、想像以上に世界中の皆さんに遊んでいただいたのでであればその自分に近い姿ができるような自由度の高いキャラクタークリエーションであってほしいなということでどちらかというと自分自身がこう戦国時代にこう入ったような体験をしていただくためにこのようなキャラクタークリエーションを入れました。ニオワンの時にはその、まあ、ダーク戦国という,かあのっていうコンセプトでステージを作っていったんですけども。 何かしその,そそのた見た目のバリエーションっていうところではもっといろいろ用意したかったなっていうのがあるので n オツ2はお,お話ししたいとおりよりそのカラフルでどちらかというと日本語で言うと幽玄っていうんですけどよりこうミステリアスな日本を描こうっその点、まあ、色のバリエーションも用意しようということで最初から設計しましたんでより魅力的にステージも見えるんじゃないかなと思ってます。アルファの時はですね あのどちらかというと 2O1.5 ぐらいで新しい要素っていうのが少ないんじゃないかっていうフィードバックが一番多かったんですね。で今回その妖怪の技を使ったよりコンバットのシステムを 2O2 らしく、まあ、したのがベータでしたでお客さんからはまあしっかり新しいコンバットでもすごく面白くなったと言っていただいたんですけどもベータの時はまだちょっといろいろ理不尽な部分がありましたのでそれを今回あのしっかり製品版では、まあ、しっかり対応してますんでまあ 納得感ののああるる、まあ、手応えのあるゲームに仕上がっていると思いますあの実際にそういったデータが集計できるようには作っていますけどあまりそれをこう公開してしまうとですね、まあ、そのボスが本当に手応えがあってやられてしまっているのか、まあ、我々自身の調整がまあ狙ったとおりになっているのかっていうあくまでインターナルのデータにしているので今回はあ,のあまり皆さんにはお見せ してないですただそれは今後バリエアップデートする時とかの指針にしてたりはしますのであのなんでしょうねあのんまりこう数ではなくてまあ、納得のある死に方をしてくれてるかっていうのはあの意識してますがあまり数を競うと単なる難しいゲームになっちゃうんではいそうはしないように気をつけてます。Next time I see that thing, ドイツのプレイステーションコミュニティの皆さん、あのチーム忍者の林です。ニオ2をですね、ニ1は非常に多くの応援いただきましたので、ぜひニオ2楽しみにしててください。またニオ2ぜひ楽しんでみてください。よろしくお願いします。